ルクレツィア・ボルジアは、ガエターノ・ドニゼッティが、ビクトル・ユ号ーの儀曲、リュクレース・ボルジアを元に作曲した全二幕のオペラ。台本は、フェリーチェ・ローマーニが手がけた。初演は1833年12月26日に、ミラノ・スカラザで行われた。内容は、ローマ教皇アレクサンデル6世の諸詩ルクレツィア、ボルジアをめぐるメロドラマ風の作品に仕上がっている。 1833年ミラのスカラザでのキャストは以下の表の通りである。タイトルロールを演じたメリクラランドはベッディーニの異国の女の洗いでビアンカとフェルナンドのビアンカを総称した1820年代後半を代表するプリマドンナの一人であった。しかし、この初演時はすでに絶頂期を過ぎていた。作曲者に対しては第二幕フィナーレに 自身のために華々しい幕切れのアリアを書くように要求した。このためドニゼッティは当初30章で締めくくることにしていた第二幕の幕切れを変更している。その場面で歌われるルクレツヤのカバレッタ、この若者は私の息子でしたは、ハイシーが何度も登場するオペラアリアの中でも難極の一つとなっている。そのためドニゼッティは後に 自身の構想したエンディングに合わないという理由から、このアリアを削除した。ルクレツヤを演じるテレゼ・ティージェンス1833年のイタリア初演の後、ヨーロッパ各都市で上演が行われた。1839年6月6日には、ロンドンのハーマジェスティーズ劇場での初演では、ルクレツヤをジュリア・グリージ、ジェンナーロー、ジョバンニ・マリオが演じた。1840年に、 パリのイタリア座で上演された折には、原作者であるビクトリー・ユゴーが、フランスの著作権法を理由に、作品の上演差し止めを求めて、訴した。その際、ユゴーは、本作品のイタリア語台本がフランス語に翻訳、出版されたことと上演用のフメントピアノスコアに、フランス語の訳詞をつけて出版したこと、そしてこのオペラが、パリ以外の地域で上演されたことを問題視した。 1841年8月4日に言い渡された判決では、ルクレツやボルジアに関するすべての出版物の募集と、出版社への罰金センフランが課せられることになった。判決を受けて、イタリア座では本作品を1845年、裏切った女と開作し、上演した。その際に、作品の舞台もトルコに移されることになった。本作は、 各国語上演版がいくつか存在する。まずは、英語上演版は1843年12月30日に、英国人テノールのシムズ・リーブスがジェンナーロを歌い、ロンドンで上演されている。アメリカでの初演は、1843年5月11日、ニューヨークのアメリカンシアターにおいてである。1847年には、マンハッタンのアスター・オペラハウスで上演され、 1854年では、同劇場で、ジュリア・グリー氏がルクレツヤを歌った。19世紀において、特筆すべきルクレツヤ歌いは、テレーゼ・ティー・ジェンスである。彼女は、1849年に、ハンブルクにおいて初めてこの役を歌っている。また彼女は、1877年に、ハー・マジェスティーズ劇場で、同作品の上演中、ステージの事故によって亡くなっている。 19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ベリズムの流れで、ドニゼッティをはじめとする、ベルカント・オペラの上演が減少する中でも上演は、続けられた。1904年のメトロポリタン歌劇場での上演では、エンリコ・カルーソーがジェンナーローを歌った。20世紀に入っても、定期的に上演が継続されており、1933年4月24日のフィレンツェ5月音楽祭での上演がある。 同作品の再評価が進んだのは1960年代以降である。特に1965年にカーネギーホールでの演奏会形式での上演はスペインのソプラのモンセラート・カバリエのアメリカデビューとなった。この上演は大成功を収め、以後カバリエの当たり役の一つとなった。また、カバリエのタイトルロールにアルフレード・クラウスのゼンナーロ、 シャーリー・バレットのオルシーニで録音も制作されている。カバリエ以外のソプラノでは、レーラ・ジェンチェル、ビバリー・シルズ、ジョーン・サザーランド、エディタ・グルベロ・バラがルクレツヤを歌っている。21世紀に入ってからは、マリエラ・デ・ビーア、ルネ・フレミングらが積極的に取り上げている。ありがとうございます。